ゲームを再開しました。今、目的は QS、あ、QS じゃねえ、9S か。QS って呼んじゃうな。2B が 2B なんだけど、そう、9S と再開するって出てるので、とりあえずここ、うろついてみましょう。普通になんかジャンプとかできるし、攻撃できん。あ、でも、剣持ってないから、素手になるんだな。武道家だなの。お、いたいた。作戦は成功でしたね。適応型兵器成が破功し壊たされ、ね。敵支配地域への侵入経路が確保されました。9S。今後の、はい。ありがとう。最後に、私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。どういうことだ？ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。君たちは人類じゃないけどね。めっちゃ拳に力入れてる。何や、今のなんだ、 9S を守れなかったっていう悔しさか。オンライン機能、オンライン接続しますか。はい、します。なんかいいことあるらしいので、これまで進行セーブしますか。セーブしたばっかりなんですけど、いや、とりあえずなんでここまでやればよかったよ。システムチェック中。バイタルチェックグリーン。なんかいろいろ出てくるんだ。西暦5012年。人類の華やかな歴史に突如終わりが訪れた。外宇宙から飛来したエイリアンによる侵略。異星人たちの繰り出す兵器、機械生命体によって人類文明は壊滅。生き延びたわずかな者たちは月に逃げ延びることになった。西暦5204年、衛星軌道上に敷設された基地群よりアンドロイドを使った反攻作戦が開始される。十数回に及ぶ大規模降下作戦を経てもなお決定的な打撃を与えるには至っていない。で、今何年なんだ。この膠着状態に陥った戦況を打破するために、君たちヨルハ部隊は存在するのだ。最終決戦兵器としての役割を果たしてほしい。はっ、承知しております。健闘を祈る。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。栄光あれ。で、今なんかいろいろ命令してた男の声は誰なんだ。このヨルファ部隊の責任者的な、社長的な何か。ん？ 2B さん聞こえますか。起動セットアップ。ああ、もうゆっくりのくせになんかすぐすん、ああ、テキストの進むのが早い。ボタン押してないのに。レコーディング？なんだ？どういうことだ？あれ？ミュート調整の方法わかりませんか？どこかに入力に対応してると思うんですが。ボタン押してないのに次のテキストに行っちゃうんだよな。わかりました。ちょっと待ってください。ガイドを発見しました。ガイドに従ってください。ん？あ、右寄せってことか。ほう。右側の模様だけが見えるように調整してください。あ、うっすら今見えてるな。右側のだけ。それでは早速始めますね。一つずつ調整していきましょう。まずはサマーメイドの、調整をお願いします。あ、左側もちょっと見えてる。これだと右だけだな。 OK。
つゆさん、この値で大丈夫ですか？はい。あ、そうそう、セットアップのプロセスは一応記録させてもらっています。あ、なに、え、なに、システムのこの何設定を何 9S が教えてくれてんだ。あ、音声認識の設定はミュートになっているので調整お願いします。今から実際に呼びかけるので僕の、あー消えた。あ、ちょっとだけ聞こえた。調整お願いします。あ、聞こえてるな。僕の声が聞こえるように調整お願いします。うん、高精度聞こえなくなる。恥ずかしいので早くしてもらえますか？あ、ごめんごめん、じゃこれでいいや。これで問題ありませんか？はい、いいえ、大丈夫。 9S の声って何か安心する。どういう選択肢だよこれ。選んでみるか。ありがとうございます。照れてんじゃねえよバカ。これでオプションの設定は完了です。はい。俺、自爆許可の項目が消えてる。自爆許可、ちょっと待ってください。すぐに復元できるので。復元するのか、そんなもんつけんのか。僕が設定してもいいんですが、一応規則なので 2B さんが設定してくださいね。オンこれにしろってことだか。うん、OK です。まあ、じゃあやるけど。いざという時は身を挺して作戦を遂行する必要がありますからね。じゃあ、なあん時見たくまたメガンってしろってか。この画面を終了してください。この画面を終了。ああ、これでいいのか。あ、アイマックス、おはようございます。てかゴーグルとかつけてない。初めて目が出たな。え、何？こいつら睡眠とんの？司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。そう、心配はいりませんよ僕たち 9S モデルは優秀なことで有名ですから。自画自賛すんな。で、自分で言うことじゃないか。うん、自分で言ったな。 9S、 なんでしょう。継承はいらない。え、私の名前に3はつけなくていい。ああ、その記憶がないんだよな。わかりました。あの時言ってたけど。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。一緒に行くの？あ、いや、トゥビー。お、動けるようになったな。作戦を変えますか。戦闘タイプを選択してください。バランス、近距離、遠距離、積極、慎重、非戦闘、変更しない。とりあえずバランスにしとくか。どういうこと？9S もなんか戦闘に参加するってことか。アイテムショップ、自分の部屋にアイテムショップがあるのか。回復薬、あれ、なんかゼロになってゼロってことは、これ持ってないってことだよな。なんかあの時全部ばらまいてきたからもう持ってないってことなのかな。念のため買っとくか。で、司令室だかに行くのか。司令官が呼んでるからって。ん、あ、人がいる。お疲れ様です。オペレーター、地球をどれだけ見てても飽きないな。格納庫なら横のエレベーターから行けるぞ。これ、あ、あいつだけ乗ってる。じゃあね。で、ここは、あ、あ、ワープしやがってこいつ。ん、何この人で、人の部屋か、人じゃないけど勝手に入っていいの。ん、これなんだ、 7BB ってことなん、 2B となんか似たようなタイプなのかなこれ。ん、あ、なんか落ちてる。射撃ダメージ軽減賞を取得しました。人のもの、こんにちは。今地上で見た動植物について話してたんだ。オペレーターはデータ収集が好きみたいだな。
戦闘部隊が羨ましいです。許されるなら直接行ってデータを集めたいのに。許可が取れれば連れて行ってやれるんだがな。やっぱり難しいかな。こいつは地球のいろんなことを、聞けるのは嬉しい、楽しいですが、やっぱりみんなが無事に帰ってくることが一番嬉しいです。だからあなたたちも心配かけちゃダメですよ。これは、ああショップ、ああ売ってるもの同じだな。あれ、これもエレベーター、あ、なんかセーブ可能っていうのがまた出てんな。あ、ここもなんかある。お金ドロップアップ、ここは、あ、ここも人がいる。いや、こんにちは。回復薬は使ってくれてるか。我が技術開発部自慢の一品だ。個室にあるこのモニターから買えるから、ぜひ使ってくれ。タワーでくれよ。で、あとはデータをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。あ、じゃあこれは何、Wi-Fi みたいなもんか。で、この Wi-Fi の電波が届く距離までがセーブできるっていう、そういうことか。今まだ出てんな。やべ、なんかどこ行ってどこ行ってなんか分かんなくなってきた。まあ早く進めろって話なんだけど。ここから行けるか。おお、宇宙が見える。これなんだ、宇宙船基地みたいな感じ。お、なんか、お、アイテム、気持ち悪い。なんていうのこれ。兵器官がやられちまってて、アンドロイドのくせに乗り物用意するんだ。何度も修理してるんだけど治らないみたいでさ、癖になっちまってんのかな。お前たちも気をつけろよ。こいつは、お疲れ、今から出撃か。え、まだ言われてませんけど。いいね、私も まだ飛んでいたい。飛行ユニット効果なんですから無駄遣いは許しませんよ。そうでなくても戦闘部隊は扱いが雑なんだから。あなたこの間も機体に傷をつけてましたよね。あなたたちが剥がした塗装を誰がきれいにしてると思ってるんですか。せっかくの、美しい機体を台無しにして、そんなんだから。あー、説教が始まった。ストップ、私は悪かったから。あ、俺に言ってるんじゃないのかこれ。もうその辺でいいだろ。あ、これがあのナイトミアみたいなやつだよな。あれ、乗れないの。ああ、だからまあ別に出撃指令が出てないから。いや、こっちは順調だ。ああ、特に気づかれてる様子は。ん、なんだお前、あっちに行け。怪しい、なんか企んでるだろお前。ん、あ、宝箱、あたしで開ける。どうやって開けてんだよそれで。これは、おお、エレベーター。オペレーターの説明は細かすぎるんだ。現地で必要なデータさえあればあとは適当にこっちで対処するんだが。以上が任務の概要です。次に詳細ですが、こいつらと話してるわけで、俺に言ってるわけじゃないよね。あ、このなんかマークついてるのが目的の司令官か。ああ、2B か。メンテナンスは終わったのか。終わりました、はい。ブラックボックスの暴走による敵殲滅。あまり無茶をするなよ。はい。メンテナンス明けで悪いが、任務がある。地上にいるレジスタンスたちと合流し、情報収集をしてくれ。あれ、レジスタンスとの連絡役には別のユルハブ隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。で、格納庫、あ、格納庫ってさっき言ったとこだよな。先に行っちゃったとこ。あと、なんか話しかけて面白そうなやついるかな。
回復薬が足りないし自分の体調管理ぐらいできる。はあ、心配してくれるのはありがたいんだが、このまま永久に出撃できない気がする。全然有用な情報を送れないな。月面人類会議への連絡は司令官のみ承認権があります。各ヨルハブ隊員の個別連絡は認められていません。この間の戦闘最高でした。次の活躍も楽しみにしてます。見てたの。任務は順調ですか。 HUD には任務に関する情報を表示できます。必要に応じて適切なプラグインチップをご利用ください。全然何言ってるか分かりません。プラグインチップ地上ってことは飛行ユニットで移動ですね。格納庫に行きましょう。飛行ユニットの運用コストは高いからあんまり使わせてもらえないんですよね。もっと安い機体を生産すればいいのにな。バックアップデータは新しい機体に入れれば元通りだ。まあさっきのアップロードどうのこうのっていうことの関係かこれ。ちょっと君、プラグインチップを装備すると機体の性能を高められるのは知っているか。チップをたくさん装備したいならサーバー管理室にあるサーバー管理室にいる S 型モデルに聞いてみると良い。ちゃんと機体を回収すれば持ってくるかもしれないように。いや君、ポッと有効利用してるか。してますよ。専用プログラムをインストールし必殺技を繰り出す。その名もポッドプログラム。その名もなんてもったいぶっていうネーミングでもないけど。調子はどうですか。綺麗な花とか大きな木とか可愛い動物とかいいですよね。こいつら本当にアンドロイドか。あー眠い。アンドロイドはない、睡眠が必要なの。よし行くぞ。何これ、二人乗りか。なんか冒頭で乗ってたやつよりもでかいな機体が。ああでもどうして 2B のような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。現地調査なら僕たちスキャナーモデルだけで十分なのに。命令に文句を言わない。はーい。お敵だ。あたすの一番最初の戦いみたいなあれか。 2B さん、今回から新装備が搭載されています。なんだ。使用方法を表示しますので確認してください。ちょっとなんか画面が使用方法ないない。どこに出てる、そんなもの。敵はまだ、あ、まだ、ん？もういない。あ、いたいたいた。くそ。なんかもう、その視点がちょっと変わる感じ？急に来るんだよ。まだいるのか？来た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 。わぁ。結構苦手ですよ、こういうの。おぉ、食らった。痛い痛い痛い。こいつから先に倒そう。うわぁ避けきれへん。あらら。バンカより 2B さんに飛行ユニットの降下地点を設定しました。レジスタンスのキャンプよりちょっと離れた場所なんですが、敵への情報漏洩を防止するためなので我慢してください。了解。頑張ってくださいね。はーい。てかもうライフ半分ぐらい削られたんだけど、あんな戦闘で。2B が乗ってるのがなんかランスロットみたいなやつか。あれ、え、行っちゃうの。行っちゃった。
マジか。あ、なんかある。9S は近接戦闘できんのか。じゃあどうすりゃいい？どこに行けばいいんだ？あ、なんか自動的に始まった。廃墟都市。目標地点を確認。マップにマーク。推奨。目標地点への移動。いや、推奨も何も。それが目的で来たんだろ。違う。ナイエス。